日本関東地方東京都町田市朝日町朝日町は東京都町田市の町名。現行行政地名は朝日町1丁目から3丁目。郵便番号は194-0023。町田市のほぼ中央部に位置する。南東に中町、南西に森の、北西に木曽東、北から東にかけては本町田と接している。本町田との境界付近とそこから 中町地内の町田高校の裏側を経て、原町田にかけては、相模屋大地の外縁となっており、ほぼ平坦な朝日町、中町、原町田に比べ、本町田側は深い跡や小高い里山の繰り返される、多摩丘陵の地形となる。中部から南東部にかけては、町田市民病院、町田警察署、町田郵便局、 町田中央公園などの公共施設や館長が並ぶ、ほか、共和麒麟や殿下などの集まる小規模な工業団地で占められており、1丁目の一部と3丁目の半分ほどが都市計画の用途地域で工業地域に指定されている。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば、朝日町1-21-23の,の,の地点で21万3千円。 平方メートルとなっている。市営球場に朝日がよく当たることから名付けられた。2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。小田急線、JR 横浜線町田駅が最寄り駅である。神奈川中央交通により以下の路線が運行されている。 今日は麒東京リサーチパーク、町田郵便局町田警察署、町田市民病院町田中央公園。ありがとうございます。